皆さんこんにちは。役ならマグカップもにて青木瞳子役の本泉里奈です。この通称役もなんですけれど、多治見市、岐阜県の多治見市が舞台ということで、作中でもいろんなこう聖地といいますか、本当にこういろんな魅力が詰まった場所にキャラクターたちも行っていて、私たちもこうロケでたくさん行かせていただいているので、この番組を見たら本当に皆さんも実際岐阜県多治見市に行ってみたくなるんじゃないかなって、私たちもすごくワクワクしております。あとキャラクターたちもその作中の中でこういろんな葛藤だったりとか悩みとか、そういうものも全部どんどん何でしょう、成長していくストーリーになっていくので、その彼女たちの成長する様子も一緒に見届けていただけるととっても嬉しいです。見てね。私、豊川姫乃。最高気温 40.9 度で有名な岐阜県の多治見市に引っ越してきた高校1年生。この町で私は夢中になれるものを見つけました。ようこそ陶芸部へ。土を感じてね。丸ごと元気な陶芸の町、多治見に住んでる私たちのほんわか青春ろくろアニメ、役ならマグカップも。役も私たち役務の声優4人がアニメの舞台、岐阜県多治見市を女子旅、陶芸にもチャレンジしちゃいます。あーすごい、これ楽しい。他にも多治見の名所やグルメが盛りだくさん。わお今まで食べたことない役務の方